この原発子ども被災者支援法という法律ですが、昨年6月に、衆参両院、全会一致で可決された法律です。福島原発事故のために、大量の放射性物質が拡散しているという状況の中で、なかなか避難区域の外においてもさまざまな形で被爆に対する懸念、あるいはそう避難をすることによる、負担というものが生じていました。こうした中で、きちんと今回の、事故の被災者を仮に、元の居住地に残っていても、あるいは避難を選択したとしてもきちんとその両方を、支援していこうと、いう理念を掲げて成立したのがこの原発事故子ども被災者支援法です。でこの法律は、5条において、具体的にこの法律をどのように進めていくかという点について基本方針というものを政府が定めるとされています。そしてこの法律の 8条9条というところに具体的に政府が国がですね被災者である方々に対して支援をすべき内容のメニューが記載されております。また13条という条文には国がきちんと今回の被爆の影響について健康診断を受けられる体制を作る、あるいは医療費の減免措置を取るということが明記されております。この法律が制定されたのが6月21日、そこから1年2ヶ月と1日が経ちました。いまだに政府はこの子ども被災者支援法に基づく基本方針というのを策定しておりません。でこの法律がきちんと施行されるようにということで副校長とずっとやり合ってきたわけですが、一つ大きかったのはもちろん1年を過ぎたということは大きなきっかけでした。それだけの長い間何も起こらないと。そしてもう一つ大きなきっかけを申し上げれば、例の副校長 の元参事官のツイッター問題というのがありました。ツイッター問題、もちろんそのいろいろな言葉遣いの問題とありますけれども、重要なのは3月8日の彼のツイートの中で、重要な案件を先送りすることが決まったと。でこれで一つ解決したということを彼がツイッターで語っているんですね。でまさにそれはこの実はこの基本方針を作るということをしばらくやらないと、それを先送りするということを意味していたわけです。でこの法律は非常に良い面のある法律で、具体的に基本方針を作る、あるいは支援策を作り実施する中できちんと被災者の声、避難者の声を聞いてそれを反映させるための措置を政府は取りなさいと法律に明記されているわけです。ところがこれまで復興庁は何もしてこなくって、実際に復興庁がやってきたことといえば、その復興庁の担当者であるその参事官がですね、私たちが開催するような被災者の方々の集会に来て一生懸命メモを取りご意見を伺いましたという挨拶をして帰ってきた行ったわけです。で私たちは真面目にそれを意見を聞いてくれているものだと思っていたら、実はあのような形で自分たちは何もやる気がないということが、こうまあなんというか明らかになってしまったわけですね。これは復興庁でいくら話していても仕方がないと、きちんと法律上君たちのやっていることは正しいんですかということを裁判の場で明らかにしていかなくちゃいけないと思って提訴に踏み切ったというところがあります。で今回、なぜ、こういった訴訟に、至るまで決意したかということを、簡単にお話ししたいと思います。大きく分けて、2点ございます。3月に出された、被災者支援政策パッケージと呼ばれるものです。こちらの方は根本復興大臣の、確かインタビューか何かでお答えされてたかと思うんですけれども、こちらの施策で、被災者支援、原発事故子ども被災者支援法 に関する、施策がほぼ、出揃ったというような、コメントがあったかと思います。ただ中身を、私なりにこう見てみますと、ほとんどが、既存の政策の寄せ集めで、高速道路の無料化、一部の避難者に対する高速道路への無料化以外は、その被災者支援法の精神というか、その理念からはちょっとかけ離れたものになっているのではないかというふうに考えたことが一つです。もう一つは、私自身の家族の問題です。私の妻は、事故当時、妊娠、臨月を迎えておりまして、事故後の4月に、2人目の子供を出産しました。で長女は2歳で、女の子なんですけれども、事故当時は福島市の方に、いたわけなんですけれども、今のままその基本方針が定まらないままでありますと、せっかくその、支援法の中に明文で規定されていますその妊婦、子どもに対する医療費の保護なんかが全く決まらない状態になってしまうと、
いうことが、大きな理由です。で、今回の訴訟はその、まあ、医療費、何か損害が起きた時の医療費もさることながら、そもそもその損害が発生しないように必要な施策をしてくれというようなことが大きな目的です。まあ、決してお金だけではない、まあ、お金ももちろん大事なんですけれども、それ以上にその健康とか子どもたちが安心して暮らせるような、社会にしてほしいというようなことが強い願いです。自分のまあ子どもの未来を真剣に考えることが、まあ、まだ見ないその未来の子どもたちの、安心につながるのではないかと、一人の不安はみんなの不安なのではないかというふうに思い至りまして、まあ、今回の、訴訟に、至った経緯です。以上です。子どもが4人おりまして、事故直後に、子どもの健康を心配しまして、何箇所か仕事と住まいを転々としました。現在は、岐阜県に住んでおります。あの原発事故では本当にたくさんの方々が苦しくて辛くて悔しい思いを しています。2年経った今でももちろん同じです。ほとんどの方が声を上げずにただじっと我慢しています。国は原発を推進してこういう重大な結果を招いておきながら、誰も責任を取らず、被災者を救済もせず、それにもかかわらず原発を再稼働して海外に輸出しようとしています。被災者の皆さんは本当に怒っているんです。私たちをこれ以上失望させないでください。早くこの法律を具体化してください。以上です。当たり前のことですけれども、あの放射性物質が県境で止まったわけではないんだと思うんです。あの今回の放射性あの被曝っていうのはすごくあの広範囲に広がっておりまして、あの決して福島県だけのこれは問題ではありません。私たちあのずっとこの支援法に基づく基本方針について、1ミリシーベルト、追加被曝は1ミリシーベルトを年間超える、地域についてはすべて対象にすべきだということを主張してきました。でそのことをですね、あのもちろん1ミリシーベルトを超える地域というのは福島県に収まるわけではなく、あの福島県外にも広がっていくということになります。そのことをですね、きちんとあの国に理解してほしいと、皆さんに理解してほしいということをあの考えてですね、あの宮城県の方あるいはあの栃木県の方にも原告として一緒にあの参加していただいているということです。被災者生活支援パッケージの方は見ていただければ分かるんですが、あのものすごくですね、あの今先ほどあの既存施策の寄せ集めに過ぎないという話もありましたが、あのものすごくあの福島県内での施策あるいは福島県に戻ること帰還することを誘導する施策ばかりであって、あの福島県外、例えば福島県外に保養することっていうのが含まれていない、福島県外へ避難する方へ の支援っていうのがほとんど含まれていないという、極めて偏った内容になっています。あのその意味でこの支援法というのが避難することも残ることも同じく選択肢として認めていて、この理念のもとにきちんと施策を作り直すということが重要なのであって、あのような個別的な施策の集まりでは今後ずっとですね、あの福島に戻りなさいと、福島の中に住みなさいという一方的なあの政府の方向だけが強まるだけではないかと懸念しているので、この法律の理念に従った施策をきちんと実現する、そのためにはやはり基本方針が必要だろうと思っています。基本方針に含まれる優先順位を定めるにあたって、学的見地からですね、検討するということを繰り返しおっしゃっておりました。基準線量というものは、どのようにして決めるのが望ましいというふうに思ってらっしゃいますか。あの根本大臣、おそらくですねこの法律の1条というのを基本きちんと読んでいないと思うんですね。あの確かにその100ミリシーベルト未満のその被曝についてどのような健康影響があるのかということについて議論があるということは承知しています。ただ少なくとも今の科学的な見解 の、まあ、合意があるところというのは、それはなかなかよくわからないということではないかというふうに私たちとしては理解しています。でそのことが実は1条に明確に書いてありまして、あの放射線被曝の健康への影響影響っていうのが科学的に十分解明されていない
だからこそ避難をする、あるいはその残って被爆を避けていくということを権利として認めていこうというのがこの法律の、仕組みになっています。まさに1条にその時の国会議員全員のですね、認識、停戦による被爆の影響は分からないことを前提にきちんと支援をしていこうということが書かれているわけですね。でこのような国会の認識をですね、に対してその科学的専門的に何か物事を議論すれば解決できるというものの見方自体がそもそもこの法律の趣旨に反するものではないかと思います。でそれはどういうふうに占領を決めていくべきなのかということも実は法律に書いてありまして、それは被災者の皆さん、影響を受けた地域の方々、避難者の方等の意見を反映して基本方針を作れというふうにこの法律は書いてあるわけですから、まずは住民の方、避難者の方の意見を聞いていただきたいと、そこからしかこの占領の問題も解決できないんじゃないかと思っています。郡山に今でも住んでおります。そのタイミング、避難するタイミングを見計らっている状況というか、そのタイミング、次のタイミングは1年半後の高校受験のタイミング、彼女の高校入試のタイミングで避難できる、避難したいと、移住したいと思っています。なので支援法が決まらないといろいろな面で困る状況が出てくると思うんです。医療費の問題ですとか、どうしても踏みとどまらなければいけない方たちが大勢いらっしゃるので、保養さえもしなくなっている親御さんがとても多くなって、その子たちが将来大人になった時に差が出てこなければ、本当にこれ幸いなんですが、将来親の意識の差で子供に何か不都合があった時に、やっぱり誰が責任取るのかなと思った時に、何の罪もない子どもたちが将来健康で生活するとか、将来結婚する、その先にまた子どもを産むっていうことが安心してできるようなようになってほしいと思います。親の差で子どもに差があってはいけないと思います。はい、ではい、なるだけ、ね、年間追加被爆は1ミリ以上は認めてほしくないです。私は一言で言うと、その低線量長期被爆という科学的に明らかでない、あるいは未来の子どもたちの健康に対して真剣に向き合う覚悟があるのかどうかというところが一番大きいのではないかと思います。確かに真面目にというか、その本当に支援法の理念を実現されようと思えば、まあ、予算もかかるでしょうし、あるいは条文にもあります通り、住民の意見を丁寧に聞いていく必要があって、やはり手間もかかるし、その中ではもしかしたら不安に思う人が増えるかもしれないんですけれども、ただそうは言っても本当に未来の子どもたちの安心とか安全を真剣に考えるのであれば、そこは避けて通れないものであると私は考えております。少しだけ今の政府の施策というのは基本的には福島県をいかに復興するかということであり、福島県にいかに人を戻していくかという基幹政策をいかに進めていくかということがその中心になっています。でその政府の目から見ると、このような形で被爆というのをきちんと正面から捉えて、それに対処する、あるいは避難ということをも選択肢として認めていくということがに対して、政府から見ればですね、邪魔に見えている、それが今回基本方針がこれだけ遅れている、最大の理由だろうと私は考えています。